久保さん、まあ、確かにね、納得できないことですね。あ納得できないよね。まあ、これはまあ、久保さんも多分痛いほどね。いやいや、久保さん、それはちょっと、みたいなね。そう、そう思うんだったらなんで相談してきたいみたいなね。<laughs> まあ、とりあえず受け入れてほしいですよね。あ、わかりました。なるほど。そういう方法があるんですね。って言ってほしいですよね。<laughs> 相談してるんだったら。あ、わかりました。やってみます。 で、やってみますって言うんだけど、やるかどうかは後で決めればいいんですけど、なんか、最初からね、否定されるみたいな。いや、否定するんだったらさ最初からアドバイス求めんなよ、みたいな。<laughs> とりあえず、受信する。とりあえず、受信してからまた考えればいいじゃないですか。受信も小ば、小ばむってね。なんなんだ、みたいな。<laughs> まあ、あるあるですけどね。うん。うん、僕も、なんだろうな、その、 うん、で今回テーマどうしようかなや。やりたくないことが、やりたくないことこそと、やりたくないこそ宝にしましょうか。やりたくないことこそ宝っていう、うん。だってやりたいことやってきて、なんだろうな、あの、今の人生なわけじゃないですか。やりたいことやってきて今の人生ですよね。いや、吉田さん。 いや会社はやりたくないこともやってますっていう話ですけどその会社を選んだのは自分がやその会社で働きたいと思ったから一応その会社にだって採用通帳もらってもねそれを決めるか決めないかは誰ですかって話なんで <laughs> やりたいことをやってきて今なんじゃないですかっていううんだからまああのー 僕もあの本当にやりたくないことをやってきて売り上げ作ってますしやりたくないことをやってきて今があるんで,で逆を言うとやりたくないことをやってきてやりきってやり抜いてやりたくないことですらね例えばセミナーとか何ですかねまあ人前に出るとかそれをやりきって今思うことが、まあ、やりたくないことでもやれるようになったと。 やりたくないことでも結構簡単にやれるようになった。で、簡単にやれるようになったから、簡単にそれをまた選択できるってことですね。うん。やりたくないことでも、簡単に一応選択はできるようになったよっていう。昔に比べるとね。顔を出して喋るとかも、昔やりたくなかったけど、やりきったことによって、別にそれを選んでね、簡単にまたできると。うん。だやりたくないことこそ、宝じゃないですかね。 うん、だから今できることしかやらないんだったら今からの進化をすることは変,変化だったり進化っていうのは難しいんじゃないですか昔そのヒカルくんがなんか言ってましたけども工場で働いてる時ね俺工場でこれ働いてたらもうこれ絶対金持ちになれねえなみたいな <laughs> まあロバート旧崎のねそのなんか経営なんとかの4つのあ,のあれありますけども工場でこれ働いてたら絶対これ自由とか金持ちになれんぞと。 で変えたわけですよね。なんかそういう話をしてましたけどね。うん。だまあ、やりたくないことをやってみたらいいんじゃないですかね。いろいろと。うん、で,きできないと思うことを、なんだ、やってみればいいんじゃないですかね。うん。でもやらないとやれるようにならないし、できないと思うことでもやらないとできるようにな、一緒ならないし。うん いってらっしゃい。